さて、今夜は那覇市坪屋にあるキッチン33で飲んでいる店員の茶番劇の始まり始まり。今日はどんなお話が聞けるのでしょうか。いざらじスタートです。こんにちは。いざらしちゃいました。こんにちは。硬っ。硬いな。ちょっとすいません。今日はねあのメンバーで来ました。あー、はい、いい人一人で飲む気持ちいいね。いいね。もう、いい加減飽きたよね、島田って。やめてくれよ。やめて。あと10年は続けたいと思ってるんだから。本当に今日じゃあどうする、みんなビールでいい？ビールビールビール。じゃあしおちゃんビール。はい、ビールありがとうございます。お願いします。はい、お願いします。いいね、サザンスター。うまいよね。あ、美味しそう。じゃあサゴンやわね。あ、今日あれだね、水戸さん。あ、こんにちは。はじめまして。はじめましてでもないけどね。僕ね、昨日ぶり。昨日ぶり。そうなんですけど。街角で会ったからね。あ、そうなんだ、そうなんだ。じゃあ、ちょっと乾杯の温度してもらう？あ、いいね。うん、水戸さんにね。よろしくお願いします。じゃあ、今日は私のためにお集まりいただいて。違うから、まあいいや。そうね、まずはじゃあ、乾杯。はい、乾杯。はい。なんて美味しいんだろう。うん、あのおー、ね、なんかちむどんはしないんだよね、もう。いや、いいんじゃない。ごくごくするけど、その後、うん、あ、いいね。いろいろね、変えていきたいと思う。あの、しゅうちゃん。しゅうちゃん、染み込みすぎだから。自分の店だから。自分の店なのにすごい味わってる。うまい。うまいね。おいしい。早くオーダー聞いて。すいません。今日の何、おすすめ、お出しやす。はい、当店おすすめはですね、はい、濃い金玉でございます。もう一度お願いしていいですか。はい、濃い金玉というメニューがあります。おつだね。これ大シーズンだね。あ、どういった料理。朝取りです。いや、ちょっと待って、ちょっと待って、いろんな妄想しちゃうからやめて。いろいろ、うん、まずいことになりますから。ヤギのとか。あ、いやいやいや、あの、ね、卵でございます。あ、卵ね。はい、卵の黄身をですね、固まらせて味を染み込ませてある。とても濃い。前も食べたね。はい、美味しいやつだ。あちらでございます。一回ね、うん、あのちょっと冷凍させるんだって。そうですね、固まらせて、それでまた味を染み込ませてより濃くなっております。時々やるでしょ、はい、もずくがこうちょろちょろってこう。これちょちょって。あ、それ使っていいですか今度。もずく冷凍させてこうちょろちょろって。そこもリアリティにやるんですね。じゃあ そうそれと、うん、あとは他何がある？あとはとってもあの味が濃いですね、うん。島のソーセージとかも。あ、いいね。大体濃いんだね。でもなんかうちは濃い系統でいきたいなと思ってるんで。ソーセージと金ピーって嫌ね。いや一緒盛りにして。一緒盛り。ちょっとそれ狙ってるんです。あともずくで。あ、いいね。はい、もずくらしい。もずくで。まだ明るいぞみんな。すみません。じゃあそれもらおうね。はい。いや、もうでもキッチン33って何年？あ、3月でようやく1年を迎えることができました。そうだよね。はい。で皆様のおかげで。あっという間だな、はい、うん、本当にね。最初ね、しゅうちゃん一人でね。そうそうそう、途中からね。その時出会ってんだよね。そうですね。ね、ちょっとあの、うん、一人でおかみ頑張ってました。うん、ね、頑張ってたけどね。今は水戸さんとね、はい、一緒に。あ、ね、でもあれかな、まあ、夜行けば会えるのかな、お二人には。今日のように。と、そうですね、夜遅い時間だったら水戸さんはちらっといる時もありますけども、水戸さんの方が忙しい時はちょっとまあそっちで。ああ、そっかそっかそっか。あの、事前にご指名いただければ。はい、ご指名外でさせていただきます。要予約ね。要予約、はい、完全予約制でございます。でも相変わらず素敵なお店ね。ありがとうございます。もう植物が緑が多くてね、だいたい枯れるよね。あの島宛にある植物は枯れるよね。言わないで。あれ木なのかな、やっぱり。いや本当にね、愛をかけて、愛情をかけてんだろうね。あのほら、いるじゃん、女子でも。私、サボテンも枯らすんです。いる。あんたの木よって言うね。音割れちゃって。何の音かな。まあ。素晴らしい。いやいやいや、うん、やっちゃんもね、あの、ここのお店の常連さんなんだよね。あ、はい、よくありがとうございます。今日いないの？いやいや、いるけど、ウロウロしてた。ボールに入って、お手伝いしてます。いろんなところにいるから ね、 そうだね。自慢屋に行けば自慢屋にいるし。本当に移り気。移り気だよね。まだ飲んでる。まだ飲んでる。ちょっと美味しいなと思って。美味しいよね。せいさんもね、夏がね。夏が来たよ。来たね。
いやでも梅雨雨降んないね。いやこんなもんだよね沖縄ってね。去年もこんなでしたよね。去年もこんなで、うん、去年はもっとね降らなかったよね。うちの大家さんのお母さんおばあちゃんがいて、うん、あのハーリーの鐘の音が鳴ると梅雨明けさって言われたの。糸満のハーリーがもうすぐじゃない、うんね、明けちゃうのか。6月でしょ。6月、うんね、じゃあ6月の第2週とかでしょ。だいたいそうなんだよね。空梅雨っぽいよね。空梅雨ってことは沖縄に来て6年になるけど梅雨すげえって思ったことないよね。確かに湿気だってそんなに変わんないしさ。意外とさ梅雨前にバーって降ってさ梅雨入るとあれってよく聞きますよね。意外と風涼しかったりするしさ、うん、去年すっげー梅雨前に雨降ってたの覚えてますけど梅雨入りしたら全然降らなかったっていう、うん、あの清田がね、うん、心なしか今日無口なのが笑える、うん、あの相棒のアントさんがいないから。いやいや本当に今日一日でだいぶ痩せたもん新郎かなかな。ヒゲも濃いよね。本当に。おい、ヒゲのことは言うんじゃねえ。いやいや昨日からね、なんかそわ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 してんだよね。そうだよね。仕方ないよね。仕方ない仕方ない。アントにおごってもらおうや。いや本当に。いや本当に。来週は。6回。どの面下げて今日来てねえんだっつ。そうだよね。こういう時は飲むのが一番です。そうだね。本当本当。いやビールあのあれだよね、ここチュラ。ボタルとかチュラボタルもございますよ、ね、一回ちょっと切らしてしまったのであら、はい、またちょっと買いに行かなければ、うん、しゅうちゃんさ、チュラボタルさ、はい、タバちゃん社長さんね、はい、直接またお話ししたらいいよ。あの後日プライベートでいいですか。そうだね公共の電波使って水戸さん公共の電波って何そうそう僕はただ飲んでるだけです。ワンペナワンペナ水戸さんワンペナちょっとゆっくりちょっとワンペナワンペナ、ねはい、ワンペナシラフの時にねシラフの時にお願いします。ちょっとお酒入っちゃうとどうしても色とね水戸さん嬉しそうに飲んでるワンペナして嬉しそうにね嬉しそうに飲んでシールとなかったことにまあまあまあ流せば誰も分かんないからね。2杯目に移る前にさ、うんうん、また、乾杯しようか。うん2杯目言おうか2杯目に移る前、うん、うんうんうんでしょね、うん、でしょって何の何の確認なのいや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 、はい、まだまだ僕まだ入ってますもん。あ、本当じゃあそうなのね、うん、なんお酒がねお次しましょうか。そうだね。そうだね。まだほら、キャンタボンも出てきてる。あ、そうだね。あ、ちょっと撮ってきますね。朝撮りなのに。朝撮りのはないの？朝撮りちょっとさっきあれだったんで。ちょっとあれだったって何？あれ放送でき。あ、放送って何？ワンペナ。シュアちゃんワンペナ。みんな落ち着こう。今日どうかしてる。違うんですよ。今日パンツ破れてドキドキしてるんですよ。え、破れたの？え、なんでなんで？破れた。アイの字に破れた。うん、そう、あの今アイバックです。アイバックなんですアイバックですね。いいね。サイドが切れたってことですか。いやあの真ん中がこうね、あの下 の、ね、下の真ん中がスッとちょっとアダルトグッズ的な、ちょっとあのでも俺のパンまだ4時俺のパンツ横に一文字に縫い目が入ってると思うんだけど、しゅうちゃん何縦に縦にこうバッて行きましたね。へえ、縦に縫い目入ってる。いや縫い目をあの無視して破れました。あれだ。避けたって。違うんですよ。ちょっとしゃがんでまたピッて開いた時にバリッと、なんか音がしたんですよ。うん、あれだ、もう布が弱ってたんだよね。え、でも買ったばっかなんですよ。本当に買って2ヶ月か3ヶ月ぐらいの。何回履いてんだって話ですよ。すごいお気に入りだった。お気に入りだったよね。ちょっとヘビーローテーションだったんですけど。ちょっとびっくりしました。すんげえ涼しいんです。ああいいね。あの通気性はいいです。あ、でも流行るかもね。アイバック。いやここ割れてるパンツ流行るかもよ。いやでもさ、やっちゃんそんなの持ってなかった？あれはでしょ、あのなんだっけ、後ろが O の字に開いてるやつでしょ、うん、オーバック今厨房でうんうんってうなずいてるけど、あれなんて言うんだっけ。2杯目いきましょう。そろそろケツバレ。ケツバレはあ結構普通に入ってますけど。じゃあちょっとビールもう一杯お願いします。ありがとうございます。生まれてやってられないからさ。いい、じゃあせいさん乾杯をお願いしますね。いや今日は本当に楽しいですね。乾杯。乾杯。ブライザね。もう今、はい、始まってるんですよね。モニターは多分聞こえてない、あの、入ってないんですよね。はい、入ってない、入ってない、入ってない。でも、入
配信には声がいってるっていう状況、はい、それではここからは音楽を流してる間ウライザーにしたいと思います。それでは今日のゲスト、イエイエイエイ、こっちか、間違えた画面だからえ画面にやったんですか、画面ありがち、まっすぐじゃないかなと思った。ヘビーリスナーのおいやいや、ゆうぞー、ゆうぞー夫妻が、せいじさんに、せいじさんにちょっとお願いがあるということで。バカじゃないよ、あるでしょ、婚姻届に。俺苦手なんだって。婚姻届にサインを。マジか、こんなサプライズで。超サプライズ。ペンありますよ、ペンありますよ。こなちゃん、こなつちゃん、これ本籍がいるんだよね。あ、ちょ、とりあえずサインだけでお願いしていいですか。あ、いいよこっちだよね。まさかね、真剣に書くから下は後日ね。はい、こなっちゃん雄三ヘビーリスナーで結婚するということでね、いいんですか、保証人誠二さんで間違ってないですか誰でもいいで、誰でもいいって書いておいたので。あ、そっか、誠二さん二組目なんですか、このサインするのね。でも前回の一組目の時はさ、予備で3枚持ってきてくれたんだけど、俺が3枚全部使ったら。ということで、じゃあ俺2枚ある、偉いよ。あ、ほら、あの、あれ、せいさん、裏側見えないようにね。あ、そう、あ、個人情報だ、個人情報で、うん、鼻でもよかったのに、これそうだそうだそうだ。あ、ここで印鑑、すげえ、持ってるところがすごいですね。いつでもお金借りれるようにバカだな、素敵、いつでもお金借りれるようにしよう、これ。結婚するんだね、二人、おめでとう。おめでとうございます。え、パパとママにはいつなるの。11月で。うわー素敵ー、おめでとう。山城さんとおどう。あ、一緒だ ね、うん、お揃いだね。じゃあちょっと、もし早いんですよ、ね、よかったら最後まで聞いていって、ね、写真まで撮れればと思います。いいペンだなと思ってサインの代わりにまたちょっと改めてね、下は書くから。ちょっと日がないので明日お持ちするんで。いいよ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 、うん、すごいじゃん、後ほどまたね、素敵だよ、おめでとうございます。もう本当あんた頑張りなさいよ、本当に。いやいやいや、もうじゃあ社員になってくださいぜひ。あ、危ないですよ、大丈夫ですか。じゃあ後ほどまた、はい、ありがとうございます。仕事があるので、ちょっと最後までは。ああ結構です。ありがとうございました。ありがとうございます。すごい。ライター降ります。はい。なんていい日だ。はい、それでは、はい、どうした、せいさん、なんだっけ、違うの、このタイミングで何が違うのって、何びっくりしました。手も振らないといけなかったし、ラジオのお聞きの皆様は分からないと思いますが、す急にヘビーリスナーの方が、うん、婚姻届を持って見えて、うちの従業員ですけども、ねえ、僕にサインをしてくれと、婚姻届にサインを今曲の間に、人生で2度目の、本当ですね、おめでとうおめでとう、おめでとうございます。11月にはパパとママです、本当です ね、おめでたいですね。ということで、4月から始まりました居酒屋風ラジオイザラジですけれども、いよいよ最終回ということでね、いや先生最終回じゃないから早い、メンバー紹介を、あ、すいません、しましょうね。はい、はい、それではどうぞ。なんだかチームわさわさしております、誠司でーす。本当にチームわさわさしてます、沖縄大好きケコでーす。あんたこの野郎大変だぞ、ロッシーです
今日はね、アントがお休みということでね。そして今日のゲストは、どちらから、紹介しましょうね。はい、サクセス B の水戸さん。はい、はじめまして。はじめまして。さっきのないんですけども、はい、会社もやってらっしゃる。その説明を今からしますね。なるほど。それと、那覇市つぼやの、キッチン33のしおちゃん。しおちゃん、よろしくお願いします。しおちゃんは2回目ですね。3回目3回目ですね。ありがとうございます。しれっとしれっと3回目か。そう、3回目。そうだ、うん、わお、もうプロだね。いいよ、もう意外とね。なんか意外と落ち着いてんだよね。そうそうそう、最初余裕が、全然余裕ありますよね。すごいドキドキした。純歴ですね。純歴ですね。サクセス B の水戸さんは、那覇市松尾2丁目、今はご自宅で、はい、脱毛と光フェイシャルのサロンをされているということですね。はい、そういう系だ、初めて見ました。初めてね。はい、で、まあ、次の店舗がまた階段の方に。そうですね、今あの店舗交渉中で、もう間もなく決定するので。今度は階段でやるの。階段なんですよ。階段じゃない、なんでございます。なんで階段でやるんだよ。斜めがちょうどいいのかな。そうそうそう、下から上を見上げて。なるほど、ね、ちょっとなるほどじゃない。水戸さん、いちいち乗ってると全然進まないから。失礼いたしました。誠司さんに踊らされちゃダメだ。わかりました。まあ、あの副音声だと思ってさ。バスッと切っていいですよ。はい、で、6月1日オープン、はい、そして5月15日にプレオープンということで、はい、今はね、お得な、そうですね、お得なプランをキャンペーン価格を設定して、はいですね、うん、初めての方にトライアルキャンペーンを実施中ということで、うん、はい、どのようなプランがありますか。全く脱毛をやったことない人とか、うんうん、どういうことをやるのか分かんない人がいるので、ええ、本当に女性は1部位、例えば脇だったら脇1部位1,000円、安っ。で女性、男性も1部位、うん、例えばヒゲだったりとか、うん、ここだけやりたいなーっていう人がいると思うんですけども、うん、そこは1回限り1,500円っていうことで、体験価格を設定させていただきました。で、女性には女性のスタッフが、はい、で男性には男性のスタッフがつくということですね。まあ、ご希望で男性女性選べるので。なるほど、はい、指名制。そうなんです。指名料はいただきません。あ、清田さんの場合2人でお願いします。そうですね、僕あの2人がかりで、羽がいじめで、はい、やりがいありますよこれ。やりましょう、ぜひぜひ。あれだよね、今流行りの VIO 脱毛って生産してる。あれだ、知ってる、知ってます、ね、まあ食べたことないけど。じゃあ食べ物じゃないから。ん、うん、じゃなくてそっちに来たか。あのね、このしゅうちゃんも水戸さんも、はい、ツルツルということで。そうなんです。私たちは、まあ、かあのみんなにどんなもんか説明するために、まずちょっとアンダーもアンダーも、じゃあ今のこのイザラジ見えるラジオですので、はい、まず見せていただきましょう。わかりました。カメラはこちらでよろしいすごいね。 まずあのケツからです。こらこらケツって言わない。何通り言えない。おヒップと言います。あ、イエス、おヒップ。あとね、原毛って知ってる、セイさん。減らすの。減らすんです。だから京都原毛からだよ。そう、そうなんです。原毛のちょっと説明をしていただけますか。はい、ありがとうございます。脱毛というと一般にツルツルになることを想像すると思うんですけども、うんうん、原毛というのは、ツルツルにはならない。例えば腕、うん、足、今ある毛を量を減らすということを目標にしてます。ですので、回数的には5回から7回程度で、うん、およその人が今の毛から今の毛の量から半分ぐらいにはなるのではないかな。じゃあキュートいいじゃん。ただもちろん個人差があるので皆さん確実にあれでしょ、ちっちゃい文字で個人差がありますそうなんです。はい、なるほどなるほど。僕意外と毛が多いというより多分長いんですよね。ロングだ。そうですね、ロングなんです。沖縄の方は特徴的に、はい、毛を剃ると毛穴は、うん、意外と毛穴の数少ないんですよ、内地の人間に比べて。で僕ナイチャーなんですけども、うん、ナイチャーと比較すると、うん、3割ぐらいは少ないですかね。ただ一つの毛穴から3本とか4本とか欲張りさんが多いです。で結論的に皮膚の上に出てる毛が多くなるっていうのが多く見える。すごいね。ちょっと本当に僕個人的な相談なんですけど、はい、毛の流れを変えるとかもできるんですか。僕合流してるところがあるんですよ。あジェルつけないよ、ジェル。なんじゃこりゃっていう。くもじ十字路。くもじ十字路もありますし、胸の方に。あ、
ったらこれもね、ケ、ね、クロスね、ケクロス。でもその量が減ってきたら、もしかして交差点が一方通行になるかもしれないですね。はい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 、合流、合流じゃなくバイパス作ってあげましょう。これ絶対横道、横道を検討します。前向きに。ちょっとあのトライアル行ってみるか。あ、そうですね。君、ぜひぜひお待ちしております。でもさ、はいはい、分かりやすいって言えばやっぱヒゲだよね。ヒゲも、そうですね。ヒゲもあるの？ヒゲもやってます。うん、男性はもう密集度が少なくなるので、うん、1回2回で結構効果が出てきます。あのここだけ残してもらってさ。あ、チャップリン。ぜひぜひ。ペッペッってやつ。ペッペッ。逆ペッ。逆ペッ。ここはこう剃ってもらうんだよ。今こんなやってみんな喋ってる間、うん、いい返しをしようと思うんですけど、うん、何にも浮かばないっていう。まあまあまあ、いつも通りだよ。そうですね。でもおしゃれにここだけ残す脱毛とかもできるんですか？やってます。今、塩ちゃん。キッチンさんさんの塩が、はい、実際に、顎下、顎のラインを残して、うん、デザインという形でやってますけども。あれだ、ヘルメットのカッチャじゃなかったんだ。ヘルメットかぶってないよね。カッチャあの飛ばされないようにゴムはしてる。そのゴムがちょっと太すぎました。今日はおしゃれだよね。おしゃれだよね。いいね。ペ描いてるの絵がうまいね。うまい、うまいんだよね。もう3回ぐらいエッチな絵描いて消してるけど、そうこれダメだよってこれダメダメって言って、ペです、ペです。あー、ペね。上手。そう、ペだけね。そう、ペだけ。ね、ペだけ。ペでしょ。ここでペ剃っちゃうんでしょ。そう、逆ペ。逆ペね。あ、じゃあということで、その、はい、今ネットでサクセスビーと検索すれば、はい、検索していただけると、まあ簡単な料金設定がされているホームページになりますけれども、そちらを見て出てきますので、うん、予約をして、もしよろしければ、はい、お問い合わせいただければ。せっかくね、今のそのお得なトライアルキャンペーン中にね、うん、そうですね。うん、今日も実は午前中1時ぐらいまでの間に3名様ご来店いただいたんですけども、最初は顔のフェイシャルのトライアルでやりたいって言って。でやっぱり一つの場所が綺麗になると、うん、あそこもやりたいここもやりたい、なるほど、あんなことやこんなこと、あんなことやこんなこと、ガッポガッポ、そうですね。で目標がもう高いものになって、結局全部やりたいわっていう方が2名いらっしゃいました。でもそうだよね、一部も綺麗になっちゃったとアンバランスになっちゃって、そうなんですよ、そういうことだよね、はい、今日は脱毛ではなくて、もう一つの、大きなメニューとして光のフェイシャルっていう顔のコラーゲンの再生を光を当てて、再生をどんどん促していくっていうものをやってるんですけれども、やっぱ半分で施術をすると半分の眉毛が上がったりとか目尻が上がったりとか、ほうれい線が少し薄くなったりとか、すみません、こっちもやってくださいってなるよね。なるよね。こっちだけ、ね、まあもちろん両方やりますけどね。お試しこっちだけなんですけど、鬼ですね、鬼。新しいお試しプランに入れさせていただきます。それいいかもね。だけなんですけどみたいな。でも水戸さんいい声してるよね。いやラジオ向きだよね。なんか、ね、声は昔からよく言われるんですよね。ただ自分で言いよこそ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 話ができないみたいで筒抜けないようです。とてもいい声してる。清田のライブラ登場だよ。いつでも変われるからね。はい。お願いします。お願いします。ピロートーク向きだね。そうですね。聞いてて優しいような、ありがとうございます。それとお待たせいたしました、お満たせいたしました、お満たせいたしました。あ、うちですね、はい、はい、那覇市坪屋にある、キッチン33の、はい、しおちゃんです。でございます、はい、そうでございます、はい、もう3回目なので余裕のしおちゃんです、ね、やややや、ね、や慣れてまいりました、うん、でもちょっといたずら書きなんかもね、そう手遊びがすぎる、結構感じますよね。その余裕さっきのあの階段の下りもさ、階段テンポ書いてくれてね、優しい。今回の告知は6月18日の、はい、粉もの33というものをやらさせていただきます。粉もんパーティーがあります、はい、粉ものでございます。面白いなこれ。お客さんが自由にたこ焼きとかお好み焼きを焼いてください。あの置いてあります。もう放置か、割と投げっぱなし、投げっぱなしです。800円のチャージ でそれができます。なるほどね。粉あの液作っときますみたいな。あ、もう液とタコとかそれに話しておくんで勝手に切ってください。話しとく、はい、茹で捕まえるところですか。もう息がいいです。あ、なるほど。炭吐きまくるで、で飲み物は別で、はい、そうですね、たこ焼きお好み焼きは勝手に焼いていただいて、今流行りの流しそ、ちゃうこら流しそうめんの、はい、流しそうめんもちょっとやろうかななんて思って、すごいなんか機械を、あれね、あのそんな大きいやつじゃないですよ、あの普通でっかいやつ出てたね、ネットでね、うそ、120センチぐらいあってさ、えすっげえ流れるね、グイングイン、
誰が食べるのそれ。分かんない。それでもあるんだよね、なんかグルグル。あ、そう、回るやつがあって、うん、最初知らずに普通に入れてたら詰まりました。そうめん、あ、少しずつがいいですね。大量に入れちゃったの。そう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 、いっぱい食べたいじゃんと思って。なるほど。ドン、ドン。じゃあもうあのザルっとあの氷での方がいいよね。あ、もうね、うん、でも流す。頑張るよ。流しそうめんだからね。流しそうめんだからね。そうだね。いや、結局そうめんも小麦粉なので。うん、粉物です。なるほど。はい、あ、なるほど。焼きそばもやります。なるほど。粉物です。あ、もう人生粉物っすよ。やばい、粉物大好きなんだよな。どうせ結論。人生粉物って。どっちかというと汁物ですよね。え、また下ネタ？嫌いじゃん。嫌いじゃん。汁物？汁物です。みんなね、下が好きだからね。いや、なんだかね、今日みんな伸び伸びやってる。いや、それじゃあ6月18日、これ日曜日かな。はい、日曜日ですね。日曜日に、粉もん33ということで、はい、15時から800円のチャージで、はい、飲み物別、別で、うん、でもたこ焼き、お好み焼きは勝手に焼いていただいて、はい、流しそうめんも勝手に食べていただいて、はい、たこは捕まえて、うん、茹でて、さばく、さばく、それも勝手にやってください。なんか大変そう。やっぱね、あの食育、そうだね、そうだね、うん、そうだね、サバイバル体験、サバイバル体験、いいね。じゃあ詳しくは、キッチン33のあホームページ、ホームページでも大丈夫です、はい、Facebook ページをご覧になっていただければということで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、ゴッド先生、んお、マルさん、陽平さん、さばいてたこ焼き、お、初初見です。メッセージしてんの、うん、はい、初見です。ありがとうございます。ありがとうございます。一つの毛穴から3本生えてるやつを抜くのが好きです。みつきさん、ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱね、あるあるなんだね。毛穴あるある。毛穴あるあるなの。沖縄毛穴あるある。じゃあ次回のあのメールテーマは沖縄毛穴あるある。勝手にしないで。ということで、お二人ありがとうございました。ありがとうございました。よよよ。ウライザーです。はい、ウライザーです。イエイエイ、嬉しい。ゴッド先生、丸あと陽平さん、嬉しいです。陽平さん、ありがとうございます。三月木さんも嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。バカ話ばかりしてますが、今までのあれですか、僕たちのリスナーさんじゃないリスナーさんなんですか。うん、あのここ偶然系、リアルタイムで今メッセージをいただいて、ありがとうございます。こんな時間にこんな本当飲みながらね、やってるゆるい番組ですけれども、うん、意外ときっちりしてます。あ、でもないよね、今日初めて来ました。けこさんがきっちりしてます。うん、だから成り立ってます。そうですね、はい、全て私のおかげで。褒めるんじゃなかった。あ、これからもよろしくお願いします。お願いします。今日初めて来ました、嬉しいな。うん、嬉しいね、こうやってリアルタイムでさ。51度飲みましょう。うん、うわ、すげえ、すごい。これ違うバージョンですね。そうです。あ、流れないんです。うん、すみません。今は宇多田ヒカルのディスタンスが流れていますが、ユーストリームでは、著作権の関係で音楽が流せません。ですので、こういうウライザラジ、ウライザをやっておりますが、うん、次のコーナーが誠司さんの青森のコーナーということで、青森ついでます。うん、青森マイスターの51度の原酒を本日は持ってきて、今からということで、ね、うん、シェリー酒みたいな、うん、優しい香りが、これコシュです。するコシュ、皆さん青森は好きでしょうか。コシュは度数あっても、うん、美味しいですよ、ね、いや、すごい。あと51度なんで、蒸留してここに水が入ってないです。蒸留したまんま、え、放置しましょう。51度の原酒を例えば43度とか4度にするにしても、やっぱり水を入れてるんですよ。そうするとこの分だけ水とか、30度になるともうこれぐらい水なんですよ。で、25度になるともうこれぐらい水なんですよ。ちょっと呼んでいきます。結局半分水ってことになるので、そうすると俺の彼女は青森、青森じゃなくて青森なんだね。
ということは全部青森なんで、やっぱり美味しくなる遠距離恋愛いっぱい入ってるみたいなしてんのかな。考え方としてはゴッド先生は清田ごめんこれちょっといい、いいですか、すみません、素晴らしい。青森じゃない、青森しちゃって、青森出てきてしまって、これ OK 押すんですか。はい、1回30分で1回切れちゃうで、保存してライブ開始、ライブ開始、このまま飲みたい。ありがとうございます。お願いします。これまま飲みたい、楽しいですね。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。ちょっと飲みます、51度ですよ。そうだよ、そうだよ、ことで実況中継します。隔週とかでも見たい。おー、うん、これ冷凍したら凍っちゃうやつ。凍んない、凍んないよ、トロトロになるタイプ。なる。あ、それも美味しいですよね。嬉しい。あ、大丈夫、常温でいっぱい揮発して今の入って甘くなった方がいいから飲みやすくなるし、いいんだけど全部入っちゃう、常温がいい。味は常温の方がしっかりしますよね。すげえ、51度ってすごい。器もおじさんで、おシャンティーですね。うん、器もおじさんで持ってきた。あ、そうなんだ。かここだと紙コップしかないから味気ないから7でした。あ、そうなんだ、うん、どうすればいいの。いや、これ最後まで流したら、うん、ジャスト33になるんで。なるほどなるほど、全部流れてるね今これ、ウライザで。そうそうそう、こういうのを流すのがウライザっていう。そうだね、うん、アントンにちょっと伝えないと。お前殺すぞっていう相当テンパってますからね。いや久しぶりだね、清田のこういうのね。はい、でも余裕そうですよ。いやいやいや、全然感じない。いや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 、毛で隠れてる。そうだ、バイパス作りましょう。万能ですよ、僕の毛。毛女優、毛女優、男優です。毛男優、毛男優、毛男優ってなんかすごいエロいっすけど、なんか新たなジャンルですね。モダン優ね。もうモダン優、モダン優、ほうじゃねえし。面白いな、相変わらず。もかよ、も、うーん、も、も、もじゃないよ、毛の、毛をもうって呼んだだけだよ、もう。はい、一旦ウライザー終わります。はい、はい、はい、始まりました、青森万歳でございます。ありがとうございます。ジングルのね、この録音も2ヶ月前ぐらいにありましたんで、あ、こんなんだったんだっていうですね、感じでございますけれども、これ 誰、 が、ね、誰が言ってんだろうって。俺だよ。先月ちょっとお休みしましたんで、できなかったんですけども、初めてね、初めて初回のですね、お酒はどのようなコーナーでしょうか。はい、あ、どういうのコーナー。青森を、万歳っていう。いいねっていうコーナーでございます。はい、上村酒造さんの、ね、酒霊の原酒51度、51度、五十五十五ミリですね。あんまりないですよね。で、あの、まあ、青森をお勉強させていただきながら青森を売るお店をやってますので、うん、日々こういうことがあるんですけれども、お酒ってこう度数でね、51度、もう罰ゲームじゃんみたいな感じあるじゃないですか。青森ってそういうお酒に使われがちだったんですけど、ここをねやっぱ変えていきたいなと。で、まあ変えてくれるいいお酒だとも思います。度数が高いんですけれども、青森は蒸留酒ですから、蒸留するとだいたい50度前後で出来上がるんですね。で、皆さんが飲んでらっしゃる青森っていうのは45度未満じゃないと青森と言っちゃいけないので、44度になってたり30度になってたり25度になってたりしますけど、この51度を水で割ってその度数に調整してるのが製品化されてるっていう状況なんですね。なのでまさに原酒です。ということは泡盛を蒸留したまんま、お水を入れてない、
まあ、専門用語で加水っていうんですけど、加水調整してないお酒のまんまですと、生まれたまんまの姿です。ハキハキ言おう。あれハキハキ言おうってある。でね、でね、でね、これすごく美味しいんです。でもう皆さんのお手元にはございますけれども、香りがね、まあ皆さんの言葉でも表現していただけて嬉しいんですが、チェリー酒をご存知の方は本当にチェリー酒のような香りがしますよね。で、木だるにも使ってないですけれども、これは亀仕込みなので、亀の香りも少し、お酒に移るんですね。亀に貯蔵することで、土の成分で例えば鉄分が多い亀に貯蔵しますと、ちょっとミネラル感というかね、鉄分のこう香りがしたりとか、土がちょっとこう臭いというかね、土っぽい香りのところは、亀の香りがつくと土っぽい香りになったりとかっていうのもあるんですけれども、もうちょっとこう枯れた、なんて言うんでしょうね、ブドウとか、なんていうか、ドライフルーツのブドウとか、あれだよね、干しブドウ、干しブドウとかね、プラームとかね、プラームとかね、プラームとかね、とワインのようの、ワインのようの、ワインのようのっつったね今。ワインのようのですね、うん、でちょっと味わっていただいて、51度ありますんで、グイッといかないようにしていただいて、おーい、いただきます。いただきます。広がるですね、確かに広がる。泡盛って、決め手は油分なんです。ごまに、ごまからもあれだけの油が取れるんですから、うんうん、お米、タイ米を原料としてますけれども、うん、油分というものがありまして、蒸留すると、最後の最後に水蒸気にまとわりついた油がお酒になっていくっていうイメージなんですけれども、まあこの辺詳しく言うとまた難しいんですが、沸点がね、低いアルコールを、火でこう炊くことで 78.6 度だったかな、でアルコールが先に飛んでって、でまあ100度近くになると水分も一緒に飛んでって、でそこにひっついた油も飛んでってっていう、こう段階を経ていくわけですけども、最初のアルコール分はこう軽い成分で、どん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 最後に重たい成分がやっとこさ飛んでいくっていうみたいなイメージです。でこれはしっかりとこうも油分も飛ばして、こうお酒の旨味をギュッとこう凝縮したようなタイプのお店、お酒なので、まあろ過もちょっと粗めにしつつですね、こうお酒に油分をしっかり残してる感じなので、口の中に入れると口の中にこうふわっと広がって、この油分がこうゆっくり口の中でこう消えていく、これを余韻って言うんですけども、この感覚がいいんです。で今日何が言いたいかというと、もう沖縄暑くなってくるじゃないですか。でね、皆さんこうクーラーの効いた部屋で居酒屋とかで泡盛を氷で割ったり水で割りにしたり飲みますけれども、思い起こしてください、あの琉球のですね、あの首里城でね、あの太陽が当たる中でですね、王様が着物を着て、この51度以上のですね、濃い泡盛をこうちびちび舐めるように海を眺めながらお酒を楽しんでいたことを想像すると、泡盛の、 この原型というのがこうくっきり見えてくるんじゃないかなと、そういうのを感じさせてくれるいいお酒だと思っております。上村酒造の酒霊原酒、ぜひとも皆様お試しください。そういうフードにこれの一番もうちにあります。はいはい、はいはい、いいですか。メールのコーナー、メールのコーナー行きますよ。あ、忙しいんだった僕。そうですね、ちょっとメールの前に、今週も那覇市牧師にありますポルター&ゲートさんより衣装提供していただいて、していただいており、うん、今週も素敵なこのお帽子を選んでいただきました。いいですね。いや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 、なんだったっけな、そういうの流行ってんでしょ、なんかその南国の葉っぱ系、そうそうそう、ボルタニカ
柄、あ昔はアロハだけとか靴だけとかだったのがだんだんと上に行ってこの帽子なるほどになったということで、ポルター&ゲートさんは、アメリカングッズとかメンズカジュアルウェア、ミリタリーなどさまざまなアイテムを取り扱っている素敵なお店なので、うん気になる方は、ポルター&ゲートで検索してみてくださいということですね。オーケー。 T シャツも買ったと、ポルト&ゲートでマジで、うん、買っちゃったんです。ぜひすぐ近くに、この FM 那覇さんからもすぐ近くにあるので、まあ今日はお休みなんですけれども、はい行っていただければと思います。はい、それではメールいきましょうね。はい、お願いします。はい、どうしましょう。大地木です。はい、こんにちは。梅雨でもないのに最近ジメジメドヨドヨな日々を過ごしてる大地木です。ありがとうございます。やっぱり梅雨でないにしろ湿度が高いと飽きまへんな、かっこ笑いと笑いね。今週のテーマ、雨の日の楽しみ方ですが、アジサイを見て癒される的な、マジかおい大地木。文化人のごとく優秀な回答をしたのだが、大地木は自宅待機、ね引きこもりです。アイラブ引きこもるでございます。自宅待機が一番素敵な我が時間と、起きる、ご飯食べる、テレビチェック、テレビ前陣通り座る、見る、昼は昼飯作り食べる、昼寝する、夕方起きる、サザエさん見る、夕方飯作り食べる、風呂入り寝る、至高の幸せタイムス。マジかおい。どんだけ疲れてんだよ。大月の雨の日は食べる、寝る、食べる、寝る、食べる、寝るの繰り返しってことです。まあそんな感じでお腹の周りがでかくなったよってことで。なるほど、なる、これなるよね。動いて、そうだね、もっと5個、うん、走って、うん、走りましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。よろしいですか。はい、いいよ。次、チワース江戸っ子しげです。いやいや、ゲーシー、ありがとうございます。ゲーシー、ゲーシーっていうのやめてくれる。釣られて言っちゃったけど、オリオンサイダーは美味しかったですか。飲んでみたいな。美味しいんだよね。オリオンマイスターの皆さん、那覇で販売しているのでしょうか。これは那覇のね、ごめんなさい、名護のオリオンハッピーパークだっけ、工場でしか売ってないんだよね。必死に買いに行ったんだよね。必死に買いに行ったね。美味しかったね。美味しい、なんか懐かしいさ、サイダーの味ね。そうだね、別メーカーになっちゃうけどね、三ツ矢サイダーの味、ね、昔のアルコールは入ってるんですか。入ってないです。 No ジュースピー。子供も、子供も飲める。安心して飲みます。めっちゃ美味しい。テーマ梅雨といえば、梅雨のない北海道へ逃げたいです。丘の道、美瑛の景色が綺麗で、梅雨にふらっと旅に出ることがあります。朝は3時半過ぎに日の出、鳥の声で目が覚めます。早朝、眩しい朝焼けの中、畑の景色を見て丘に立つと、自分がとてつもなくすごいことをしている錯覚になります。飛行機でたった1時間半なのに、広がる景色は人工的なものがなく、自然そのものなんですよ。夜は、北極星が真上に見えるんですよ、ということです。もう北海道ぐらいになると。そうだね、素晴らしいね。ありがとうございました。はい、次お願いします。こんにちは。こんにちは。なんとなくリニューアルでラジオネーム変えてみますと思ったけど、何ももう使えないので少しだけ変えてみます。なっちゃんでーす。なちゃん、昨日どうもっす。テーマ梅雨だけど、梅雨の晴れ間の屋台村通りかかったらすごい賑わいでした。晴れてたら梅雨だけど得した気分で外飲み楽しめていいですね。そうなんだよね、割と雨降らないからね。誠司さん、先日はお時間割いていただいて楽しいお話ありがとうございました。いや、すいません、ビールごちそうさまでした。お忙しいと思いますが、いい人いたら紹介してください。彼氏募集中らしいです。紹介します。あるかわからないけど、今年屋台村の町コン参加するしかないかな。あ、そうですね、作ってあげたいです ね。奇跡の出会い募集中、ね、それでは梅雨の湿気に負けず頑張ってくださいね。頑張りま す, りますありがとうございます。それでは次いきますね。はい、イザラジの皆さん、こんにちは。こんにちは。松の妻です。出た、出ました。初、そんなことない。最初にも最初、ね、送ってくれましたね。最近ね、謎かけにハマってるの、一つ聞いてくれる、松の妻とかけまして、小学校の時に習う詩、歌ね、詩と解きます、その心は、みんな違ってみんないい。え？はい、何よ、金子みすずよ。小学校の頃習ったでしょ。金子みすずってあれだよね、AC ジャパンのなんかね。気を取り直して、メールテーマは梅雨の過ごし方ね。そうね、月並みだけどやっぱり家ごろね。リビングでゴロゴロしながら、たまりにたまった録画したテレビ番組を見まくります。そしておすすめなのが、雨に関する名言をネットで検索しまくるの。例えばね、雨の日には雨の中を、風の日には風の中を、by相田光とか、雨を感じられる人間もいるし、ただ濡れるだけのやつもいる、バイボブマーリー。どう、
なんか楽しくないガム欲しくないそれでは放送聞いてるからねアディオスということでした松野妻さんかなり情緒不安定不安定ですよねいろいろ変わりますねありがとうございましたありがとうございました。あとはねもう一個、うん、もう一個あります、はい、これはね、こんにちは。こんにちは。仕事はいつも16時までなので、うん、水曜日はイザラジを楽しみに朝からワクワクしているピーチママです。あ、出たピーチママ。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。メールくださってありがとうございます、うん、雨の日の楽しみ方屋内バージョン。好きな音楽を子供たちとガンガン聴いて歌いまくる、うん、吠える、うん、余裕があればカラオケ行く、うん、野外バージョン。ドロンコ遊びをしにあえて公園に行く、うん、泥合戦なかなか燃えますよ。旦那は服が汚れるのを嫌がって本気で子供たちから逃げ回ってました。あれにはドン引きでしたわではでは今日も最後まで頑張ってくださいということで、だんだんピーチママさんがどんな人かが分かってきたよね輪郭がね、輪郭はうっすらとはっきりしてきた、ね、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとメールが多くてね、多くてちょっとびっくりですけれども、駆け足ですいません、本当に。あとですね、イザラジの布教活動も、ちょっと紹介したいと思います。布教活ね、うん、4月から始まりました居酒屋風ラジオイザラジ、イザラジを全国の方に聞いてもらうべく日々布教活動を行っておりますということで、はい、うん、まず一組目が千葉からシマート宛てにお越しの素敵なカップル、明日のジョーのことでちょっと盛り上がりましたけど、ちょっとお名前を伺うのを忘れたんですけれども、らら、お二人素敵なカップルでした。ジョーカップル、ジョーカップルあと横浜から日帰りで屋台村のスタンプラリーのためだけに来られた和田夫妻、すごい、ね、以前もこちらで紹介させていただいたんですけれども、あと3店舗で、嬉しいね、クリアするので6月の18日2周年祭に合わせて来られる。あら、すいません。あとね、奥様の真由美さんが相当美しい、あら、お綺麗な方でございました。またね、今度ね、二次会は粉もんに行ってください。粉もんにね、あ、本当だね、ちょうどだね、2周年祭とダブってるからですね。そうだ、ね、二次会はみんな流れ、そうそうそう、キッチン33に流れていただいて、ぜひぜひ。朝までやってるの？え、じゃあ頑張るベロッベロで言っていい？粉投げるけどいい。あと、我らがイザラジのスポンサーであるミントジュレップのお得な情報の紹介です。出た、イザラジのスポンサーミントジュレップがお得なキャンペーンを開催中。夏も近まり、長い冬を頑張ってくれた冬たちに敬意を表して、冬物お疲れ様キャンペーンを開催。傷んだコートの裏地替えや、冬いいお気に入りの冬服のリメイク、ジャケットやコートに関わらず冬服であればすべて 10% オフにてオーダーを受けたまわります。期間は7月10日まで。ぜひミントジュレップのホームページもしくはフェイスブックページにアクセスしてくださいということですね。ミンジュレでも忙しいらしいじゃん。ミンジュレ忙しいよね。忙しいらしいじゃん。本当に、まあまあまあ、京都なんですけれども、完璧な仕事をしてくださいますので、いや本当にね、フェイスブック見てほしい。そうだね、感動的だよね、なんかね、うん、そうだね、これがこれになるのみたいなのが作品集っていうか、写真がいっぱい出てるんだけど、とってもいいんだよね。ね、今ね、またゴッド先生丸陽平さんが、雨の日は雨の落ちる音聞いてジャズを聞いてます。とっても落ち着きます。スキー飲みながら。大富豪じゃね？渋い。それでは皆さんお聞きください。水色の雨って勝手に進んじゃねえ。勝手に進んじゃねえよ。番組持ってください。乗っ取られました。ということでね、はい、今週もありがとうございました。あざす。ありがとうございました。シーナリングでしょ。2曲目が宇多田ヒカルで、はい、3曲目は2人が歌ってる、はい、ウライザーです。ウライザーです。始まってますか？始まってます。なんかやっちゃんが、やっちゃんが心なしか近づいてる。近づいてきましたね。いいと思う。どこ、どっか、やついないよ、前に。毎週いないよ。ここ、入んな入んな。私とどこに行ったら映るかな。ケコさんの後ろ、間がいいんじゃない？ここら辺、うん、こっち後ろがないからさ。映ってる映ってる。まあそうだね。あ、映ってるよ。でもなんかほら、そのほら、何やってるの？そっちの後ろの椅子に座ればいいの？ここの椅子、ここにもあるよ。ほら、短パンの短さ見しときなよ。そうだね、ちょっと見えるかな。今日これでも長いって。ちょっと長めなんですけど。長めなの。長めなの。ここに来たらちょうど入るんちゃう？
4時だよまだ。あもう5時ってことは6人のゲストも大丈夫ってことだね。いけんね、いけんね、いけますね、うん、なんかすごい人が並んでいや本当にということでウライザー始まりましたけれども、今日のね1曲目は、東京事変で、をかけまして、うん、椎名林檎ちゃんのね、で2曲目は宇多田ヒカル、2曲目あ3曲目はこの宇多田ヒカルフューチャリング椎名林檎ということで、2人がフューチャーしてたんだね。そうそう、 DJ ノブのセレクトでね。 DJ ノブおしゃれ、おしゃれだよね。こういうの聞きながら作業してるってこと？してますよ。はあ。まあ俺ほんと DJ ノブうちの主人なんですけどもう分かったよ。もうね、あら新たな情報が働いてもらってんだよね。いやいや DJ っていう定位です。革職人です、うちの主人は。そうですよね。定位ばっかですよ、ここ定位ばっかり。ケン、あのヘビーリスナーね。なんてなんてなんてリアルにしたかんだ。ヘビーリスナー、ヘビーリスナーね。あのディレクターでもあるね、うちの番組。そうそうそう、とても厳しく。カンダで言ったら今ケコちゃんさあれ言ってたよ、ミントジェリップの紹介の時に冬か冬活躍した冬をっつってたよ。全然言ってない。何言ってるかさっぱりわかんない。冬活躍した冬をっつって、あの自分で作った、うん、このあの何なんだこれ原稿、原稿にさ、うん、長い冬を頑張ってくれた冬服たち、傷んだコートの裏地替えやお気に入りっていうのの沖が沖縄の沖になってた。これなんだろうって思ったの。沖に入っちゃった服、沖に入っちゃった、沖に入っちゃった。まあそう、そういうことありますよね。あるある、うん、いやでいいね。あれ水色の雨はってこれリクエスト受け付けてないから自由自由か。ジュークボックスじゃないんだから歌ってるの誰でしたっけ。あ水色の雨、いきますよ、ウライザー終了です。終わったからね、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、それでは今週のセットリストの紹介です。おー、終わんの早いね、あっという間だね、うん、1曲目東京事変、うん、カバンの中身、うん、2曲目宇多田ヒカルディスタンス、うん、3曲目は宇多田ヒカルフューチャリング椎名林檎で2人だけのバカンスということで、DJ ノブの ね、セレクトで、セレクトがおしゃれですよ、選んでみました。今回はね、アントが休みなので、うん、ジャンコックは割愛させていただきました。それでは来週のメールテーマお願いします、はい、はい、来週のメールテーマです。これちょっと僕が聞きたかったメールテーマなんですけれども、はい、来週のメールテーマは好きなガムとその理由でございます。ガム本当に聞きたかったのそれ。ガムガム、うん、ガム噛む派、噛まない。だから聞きたいっていう。でもあのコーヒーガムとかやってる、ね、コーヒーガム、コーヒーガムはお好きでした。美味しかったよね。ブルーベリーとかあのなんかそう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 、フルーツ、キウイ、あった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 、バナナとかのフルーツの絵のやつね。そうそうそう、美味しかった、うん、ありましたね。でもあれのさパッチンがあったよね。パッチンがあったよ。はい、メールアドレスは、はい、いざらじよアットマーク gmail.com izaradio アットマーク gmail.com です。ぜひぜひメールお待ちしておりますので、ね、よろしくお願いします。この番組はもっと沖縄が好きになる居酒屋自慢屋、水道一筋50年ライフラインを守ります耐震工業、
洋服のオーダーメイドとリメイク、ミントジュレップ。以上3社の提供でお送りいたしました。あっという間の1時間でしたけれども、早かった。いやこのメンバーなら2時間いけるね。そうだね。今度は特番ということで。特番で。大城さんお願いします。はい、下ネタ特番もミッドナイトにやりましょうよ。夜中にやりたいそれ。鍵開けてね。こっそりやりたい。夜中やれそう。生放送で。大城さんも一緒にさ。いやもう、ね、こうマイク8本ぐらい流れてます。やろうやろう。いい音とか流せるよ。絶対いる絶対いる。それではしおちゃんと水戸さん、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。また来週。バイバイ。バイバイ。